どうも、今度登場します。今日はですね、1月18日ということで、ポール・ロドリゲスのね、ダンクが発売されるんですけど、ちょっと今、モータル東京向かってまして、まあね、またいつも通り、モータル東京さんで、イベントが開催されるということでね、走ってるんですけど、ちょっと間に合わなさそうです。一応11時から開始で、なかなかね、人やばいな。11時になりましたね。今からモータル東京の方で、また同じかよまた同じとこっすわ。この間のね、ローズデールの時に並んだとこと全く同じとこですね。まあでもね、ドレスコードめちゃくちゃ厳しいんですよ。ポール・ロドリゲスのピーロットっていうもんしか、ポール・ロドリゲスが入ってないと不可っていうことで、結構厳しいんで、まあ言うて大丈夫じゃないかなと思ってるんですけど、僕たまたまポール・ロドリゲスのなんちゃってカリフォルニアというかダンク持ってたんでいけるんですけど、なかなかスニーカー追っかけてる人でも結構厳しいドレスコードなんかなっていう。なんかまあスケーターとかだったら、ポール・ロドリゲスの名前表記入ってる、まあ、ポール・ロドリゲスが出演してる、トリックの DVD とかでもいいらしいんですけど、途中ねストーミーとかねあったりするんですけど、ストーミーなんか前より靴減りましたね。靴すげえ下手イメージがある。この間ねゲリラでジーノも出たっぽいですし、今後もしかしたらナイキのねその SB とか、まあ元々入ってたのはいくつかありましたけど、そういうのもうちょっと出たりするのかなと思ったりもするんですけど、あ、そう、今日晴れで知事とね渡辺はドレスコードを持っていないためお休みでございます。久しぶりのねシングルス戦ということで、いやー、まあ本来はねこういうチャンネルの予定だったんですよ。なんかそれ俺が勝手に原口移したり渡辺連れてきたりとかしたっていうだけなんでまあそれがね2人とも視聴者さんにも気に入られて可愛がっていただいてるんで、まあありがたいかなと。何年かんやしててね、モータル東京さん着きました。モータル東京さん着いたんですけど、まあ別にここにいる意味はなくて、しんどい。今はこんな感じですね。なんやかんやね、前回のロズエルとか、まあ よくね現場にいるような人たちも来てたんで、まあロズエルぐらいのドレスコードだったら、まあデッキっすか、デッキ持ってってトリックやるみたいな、まああれもですごい甘々で、俺なんかもできてないのに許してくれてたんで、ああいうねなんかそこにつけ込んでいっぱい人は来るかなっていうところはあるんですけど、昨日ね最近仲いい方が DM 送ってきてくれてね、これならいけるんじゃないっつって、指付けのねピロットのこれ持ってったらなんとかなるんじゃないか、エトセトラって書いてるからなんとかなるんじゃないかみたいな感じで送ってきてくれてたんですけど、そんなんもいけるんだったらねめっちゃおもろいですけどね。走ってる人いる、走ってる人いる。もうしんどいよ、雪降ってる。めちゃくちゃギリギリまで悩みました行くかどうか行くのやめようかなってちょっと一回思いましたからね。そして原口が大好きなトイレ診断所の川屋堂で今7番8番が見えて9番、あ、結構いるかも。これはもう行ってるの、もう行ってますね。第一陣がすごいな。先頭の人はまあ結構デッキが多かったですね、パッと見た感じで。アパレルで来る人の方が少ないのかなっていう感じしますけど、まあ言ってもポール・ロドリゲスのスニーカーとかいくつかあるんで、あれそんないないか、2、30がいいとこかな。どんぐらいでしょうか。おはようございます。まあ今最後尾着きまして、じゃあ
30いるかなぐらいかなっていう感じですけど、まあどうでしょうか。まあ人数的に大丈夫でしょうっていう気はしてるんですけど、もうやっぱね30超えると走れないですね。もう駅からバー走ったわけでもだいぶしんどくて、いやなかなかきついなという、これね36の原口がやってるんで相当しんどいかなと思うんですけど、まあちょっとねでも若ぶってね、若さしがみついてほしいんで、もう少し頑張ってもらいたいなと思います。あです、3,40 ぐらいかもしれないですね。やっとやっとです。なかなかね、息が降ってますけど、まあ、なんだかんだね、僕の後ろに、30,40 ぐらいはついたのかなっていう感じなんで、結局は100人未満かなっていう感じはするんですけど、まあ、なかなかね、足数あるんじゃないかな、いつも通り。鼻水がやばいめちゃくちゃ寒い結構あれですね、現場はこう割と、まあ、冗談の集めとかもあったから、そっち行ったついでになんかまあ一緒こっち来ちゃうみたいな人が多かったかなと。あとはなんだ、中国の放送か、あれも先着で、ね、木原宿だったっぽくて、その辺が今日は並ばれだったのかなっていう感じですね。よし行ってみます。モタル行ってきます。ということでね、まあ、今モタル出てきまして、無事購入できましたということでね、寒いですね、マジでめちゃくちゃ寒い。一応まあ今回ねドレスコード、ポール・ロドリゲスのアパレルだったりデッキだったり、まあ、エトセトラというような、ね、感じで、まあ何でもいいみたいな感じだったんですけど、本当に何でもよくてシールとかでもよかったっぽいっすよなんか途中で追記でね、DVD なんかも OK みたいな書き方してたりとかしてたんですけど、ホームページの方で。まさかシールでいけるとはね、本当に何でもありなんだなっていう感じはしましたねまあなかなかね、まあ、前回のねスケボーの時もそうでしたけど、判定もなかなか甘く優しいモタルさんなんで、またねこういったねちょっと川と催しでねドレスコードとか設けてくれるとより一層ね楽しいかなと思います。まあ一人で来てもね、まあなんかこういろんな人と喋ったりとかもできますし、割とね並びってそのまあ僕らみたいにね、何人かで動いたりとかしなくても楽しめたりするもんなんで、まあ全然ねぜひ来てもらえたらいいんじゃないかなと思います。まああんま来られると買えなくなっちゃうの嫌なんでまあなんかね楽しそうだなと思ってくれたら何よりかなと思いますので、まあ無事買えたということでよかったかなと思います。はい、ということで部屋戻ってきまして、今回無事購入することができました。それでは早速ね紹介していこうかなと思います。まずシューボックスがこちら、まあいつも通りのナイキ SB の箱ですね。これね、元々リークで出てたやつは結構カラフルなボックスで、まあそっちが欲しかったんですけど、まあやはりこっちかっていう。まあああいうスペシャルボックスは基本ないっすね、もう。あんだけこういつもね、こうリーク画像とか引っ張ってくるんですけど、基本的に日本に出るのはこういう通常のボックスっていう感じで、まあ、ぬか喜びで終わるようなね、感じなんですけど、まあちょっとね、今後、まあ今通常これなんですけど、今後紫にもなってくるっていう感じらしくて、まあそれはね、おいおいいろいろ変わっていくと思うんですけども、まあ今回はこちらのね、いつも通りの残念箱と言いますか、スペシャルボックスではなかったっていう感じですね。はい、ということで今回僕が購入してきたスニーカーはこちら、ナイキ SB ダンクハイプレミアムクイックストライクメキシカンボクシングでございます。これめちゃくちゃ皮臭いんですよ、これなんか、いつもよりちょっと臭いかも。はい、ということでこちらのスニーカーですね、今回まあメキシカンボクシングということでね、まあ名前の由来の通りもメキシコ感満載のカラーリング、赤白緑をね、まあ押し込んだっていうようなスニーカーなんですけど、まあそもそもねアメリカ出身のピロット、ポール・ロドリゲスがね、なんでメキシコかっていうところからなんですけど、なんかね言ってるらしいですね、プロボーラーじゃなくたらプロボクサーになりたかったみたいなことらしくて、まあそのボクシングではメキシコっていうところから、まあメキシコインスパイアでっていう感じで、まあメキシカンボクシングっていう名前になって、そういうスニーカーがまあ作られたらしいんですけど、まあダンク好きな人はね、まあシンコデマイオっていうそのメキシコのね祭日をイメージしたカラーリングのダンクがパッて出てくると思うんですけど、ピロとね前ねエアエリートでねシンコデマイオ作ってるはずなんで、単純にこのメキシコカラーが好きなんじゃないかなとは思うんですよね。そのカラーリングがね、この赤白緑みたいなね配色自体が単純に好きなんかなっていうところから、まあちょっとせっかくらし買うかっていう思いもあってね
まあ、買ってみました。もともとね、さっきもちょろっと言いましたけど、ボックスがちょっと変わった仕様だったんで、ちょっとそれがいいなっていうのもあって、なんかこっちがおまけじゃないんですけど、まあ、せっかくだし靴も、まあ、ピーロットも持ってないから、まあ、買っとくかっていう思いもあったんですけど、まあ、これね現物見ると結構ね、あれいい感じだなって、まあ、毎回思うんですけど毎回思うんですけど、でも結構本当に思ったスニーカーで、割とねこう見た感じ、まあそのリークの時は大したことないなと思ってたんですけど、まあ現物見ると意外にいいなっていうところで、まあこの縁取りとかあんまり僕好きじゃないタイプなんですけど、意外や意外ね現物見るといいんですよこれがね、うん、多分ずっといいわ俺こういうこと。はい、ということでディティール紹介していこうかなと思います。一応まあ今回ですねこちらのスニーカー、まあ両足ねちょっとデザイン気持ち違ってまして、まず左足の方、左足の外側の数字がグリーンになってます。で右足の数字がレッドで、一応内側については両方ホワイトになってるようなね、感じの仕様です。まあ両足の差はこれぐらいか。まあ片足ずつ行きますと、まあソールがこのさっきも言いましたけどメキシコカラーになって、赤白緑で作られているような感じのカラーリングで、白のねアッパー部分にまあこの補強パーツ、いや補強パーツってもこう関係ねえな、ここら辺に、ね、赤く縁取りがあるような感じで、なんかねんー、このシュータンも含みでスニーカーズのなんかで言ってたんですけど、あのボクサーパンツのなんかをラインをイメージしたとかなんとか書いてあったような気がします。ちょっとまあそこはスニーカーズの投稿を見てほしいなと思うんですけど、まあ、一応カラーリングとしてね、まあ、メキシコカラーといっても日本人には結構この赤と緑ってきちゃうとね、クリスマスカラーを連想してしまうような感じではあるんですが、はい、そしてこちらですね、シューレースのところに今デュブレがあるんですけども、まあ、ワールドチャンピオンというふうに書いてね、ボクシングならではのチャンピオンベルトをイメージしたデュブレ、まあ、一応スニーカーズはシューレースロックって書いてましたけど、こちらがね、まあ、デザインとして1個ワンポイントで入っているような感じになってます。でこちらですね、シューレース取りました。タンの部分なんですけど、タンがね、これがね、もしかしたら匂いの原因になってるかもしれないですけど、あのボクシングローブと、同質のね、同じ品質を持ったレザーを使ったものになるらしくて、まあ、ここにね、ポール・ロドリゲスっていう風に書いて、でプロフェッショナルっていう風に書いてますね。すごいね、名前入ってプロフェッショナルって書かれちゃうってね。で裏面のタンの部分は特に何もないんですけど、まあ、同じ素材でね作られているような感じになります。はい、そしてこちらシュータンですね、まあ、一応ボクシンググローブを、まあ、つけた手が出てるわけなんですけども、まあ、さっきあのシュータンのところに書いてたねポール・ロドリゲスというロゴと同じものが入ってて、黄色でナイテスビという風に書いたデザインのものになってます。で裏面は図面が搭載されてる。あー久しぶりに来たじゃんこれ、久しぶりに来たわこの黒いやつ、これですよ俺がいつも言ってて最近ないなーって言ってたやつ、久しぶり見たこれ。はい、そしてこちらですね、靴の中にある内タグが、まあ、QR コードの新しいタグになってて、これね、なんだろう、このタグになってからわかんないですけど品質が変わった気しますね。なんかすげえスベスベする、前もっと紙っぽいザラザラした感じのやつだったんですけど、まあここまで誰が見んだよっていうところなんですけど、はい、それではこちらシューレース変えていきたいなと思います。
ということでいろんなシューレース交換してみましたけど、いかがでしたでしょうか。結構ね、赤白緑って固めてくるとどの色も合いにくいなっていうことがね、シューレース交換してて分かりました。結構だからこの赤か白か緑のどれかじゃないとこうパッと収まり悪いんかなっていう、結構マジでいろんな色試したんですけどなんかあーしっくりこないなみたいな。多分ここのねもう色合いが多分強すぎてっていう、他の色はあんまり受け付けないのかなっていう感じはしたんですけど、まあ一応ね、もともとこれさっき紹介し忘れましたけど、普通に白と、グリーンがね、まあ入ってるんで、これつけてもいいのかなっていう感じもしますし、まあ別のね、シューレースのカラーリング赤でもいいと思いますし、まあ参考ね、ちょっと動画にしたやつを見てもらって、まあ判断していただいてもいいかなと思います。全然このままでもかっこいいと思いますけどね。まあいいんじゃないかなっていう。本当にでもこれは最近の中でね、特にね、こう、画像で見るよりも現物見た方がかっこいいなっていう、質感とかもね、込みで伝わるかなっていう感じしますし、まあハイカットってもともとそうなんですけど、ここのね、ライニングの部分がね、今回なんかより肉厚な感じがするというか、まあ、このレザーの部分とこのなんて言うんだろうな、ここのスベスベ感の生地がね、なんかこうマッチしてるのか、より膨らみをこう感じる履き心地だったんですよね。ちょっとシャクしたてだったんですけど、まあ、ハイカットってもともと結構肉厚な部分あると思うんですけど、にしても今回はちょっとそれを強く感じたかなっていうようなスニーカーでございます。それとこちらですね、まあ、またモータル東京さんで買わさせていただいたんですけども、モータル東京ってイケア買えるから、だから楽しいのよ。もうどれこあって走れば買えるからその必勝パターンがあるんで毎回行っちゃうんですけど、狙って買えなかったことないっていうぐらい、行きゃ買えるんですよマジでなんでね毎回行っちゃうんですけど、ちょっとそれがねもしかしたら今後なくなってしまう危機があるというか、まあインスタなんかをチェックしてる人とかもみんな気づいてると思いますけど、今回ね、割とドレスコードが厳しかったですよ。ポール・ロドリゲス・ピーロットっていう名機がないと、ドレスコードとしての扱いにならないっていうところで、割と並んでた人自体も少なくて、まあだからそういった人たちが2周3周したり、まああとはね、こう現場たまたま撮った人とか、その辺に声かけて、1000円とかでちょっとこれ買ってきてくれないって、ドレコの貸し出しをして、買い付け行為を行うっていうことが割とまあ横行してしまってたんですね。まあ結構よくそういうことってあるんですけど、こういうね、ドレスコードが厳しい中で先着販売とかあったりするときは、まあそういう買い付け行為は全然あったりとかするし、その転売自体は正直僕としても全然どうでもいいんですよ。その転売が界隈を盛り上げたり一個のまああれでもあると思うんで、まあそういったね、まあ背面もまあ少なからずはあると思うんです。なんでそこ正直本当どうでもいいんですけど、まあそういったことが原因で、まあ、近隣の迷惑になって、まあクレームが入って、販売中止になったというふうに今記載されてますが、おそらくね、近くにファミリーマートのイートインスペースがあるんですよ。そことその隣にスタバがあるんですけど、そこに溢れ返ってしまったんではないのかなと思います。だからおそらくその辺からクレームが入って、きっとダメになったんかなと。まああとは結構お店の前、どっかのお店の前を占領してしまって、他の店の人たちがなんかうちの店にお前らのところで買った商品持ったやつらが溜まってんだけどとかいうクレームが入ったのかなと、おそらくまあそういったことだと思うんです。それで販売中止になって、結局22日の木曜日だったかなにオンライン販売、ということで終わってしまったんですけど、その今後ね、その店舗の販売がなくてオンラインだけとか言われて非常に面白くないんで、なかなかねできる限りであればその人の迷惑になることはやめていただきたいなと思いますね。だから公園行けばいいじゃんっていう話ですよ。公園とか近くにあるんだから公園行ってなんかそういうことを受け渡しとかねいろいろやればいいのに、そのめんどくさがってね、そのどっかあったかいところでみたいなことでまあそういうお店とかに溜まっちゃうから、そういうところでクレームが入ってまたこういう風にね年の問題になったりとかするんで、そこもう少しねもうバイヤーやってるぐらいで頭悪いわけじゃないんだろうから考えようよっていうところですよ。それとね、今回まあモータル東京で買いましたけど、ストーミーもね SB 取り扱い店として多分追加されてるんで、今後もそこで先着の販売があるはずです。で先着って言ってもモータル東京と同じようにインスタのポストを見てある指定場所に並んだ順に販売っていうような感じになると思うんですけど、おそらく各1、各2ぐらいの数量かなとは思うんですが、まあ同様にね SB 取り扱いの店舗としてまあ追加されたかなと。この間のね、SB のジーロとブルインのね、やつも出てたんで、これも出てたんで、まあ、今後きっと出るんだろうなと思いますね。だから2月1日に出たらもうほぼ確定、もう今後ずっと出てくるんだろうなという感じですね。まあ、モータル東京がね、おそらく大丈夫だと思うんですけど、今後オンラインだけにならないことを祈ってね、ちょっとバイヤーの人たちもいろいろやり方考えて行ってほしいなと思いますので、何卒ね、皆さん楽しんで買い物していきましょうということで。こちらのメキシカンボクシング並びプラスレビューの動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。